生命科学の総合大学北里大学。7月26日の土曜日と27日日曜日の2日間、相模原キャンパスにおいて北里大学オープンキャンパスが開催され、約4000人の来場者が訪れました。夏の暑い日差しが照りつける中、学生ホール前で受付を済ませた来場者はお目当ての学部学科のプログラムへ向かいます。学科紹介をはじめ、入試相談や在学生との個別相談、本学の教育を体験できる模擬実習や模擬講義など盛りだくさんの内容です。今回、新たな試みとしてインターネットによる大学紹介のライブ配信も行われました。大学独自の積極的な情報発信手段としての可能性が広がります。次回2008年第2回北里大学オープンキャンパスは8月23日土曜日に開催されます。事前申し込みは不要です。たくさんのご来場お待ちしております。